ラブナニアズ主人だ。はい、皆さん、今回の動画では日本の成人式と韓国の成人式の違うところをご紹介していきたいと思います。はい、皆さん、日本では昨日成人式だったんですけど、韓国人の私から見たらいろいろびっくりしたことがあって、それを皆さんに話したいと思います。まず成人式って日本人にとっては人生で結構大きい行事じゃないですか。でも韓国では成人式がそんなに重要な日ではないです。私の成人式には、私が大学生でしたけど、その時自分の学科から花をもらいました。それが終わり。私は少なくとも大学生だったので、それぐらいもらいましたけど、それじゃないと何もないです。本当に日本はちゃんと着物も着て、ヘアもして、いろいろ準備してちゃんとするんじゃないですか。それに比べたら韓国は本当に適当に、適当にでもないです。本当にそんな重要な日ではないです。だから私から見たら、それが多いなって思いました。その文化が、私がいつも日本のいいところだと思う部分が、日本は若者も自分の国の伝統をちゃんと守りながら行ってる感じ、そう見えます、私から見たら。だからテレビで着物を借りる費用とか、ヘアする費用を全部して、少なくとも10万円から20万円以上もかかる人がいるって、それ聞いてびっくりしました。やば、成人式の意味が全然違うやんって思いました。でもとにかく私から見たら、日本の成人式の文化は本当にいい文化だと思います。若者たちが成人式に着物を着てる姿を見たら本当に素敵だなと思いました。とにかく成人になった皆さん、おめでとうございます。大人の世界にようこそ。では、おねるん、よいかじ、じゃあね。じゃあね。